瞬間からなんですけどね、欲しいと思っちゃいましてというのもまあ結構古いギターが好きなんですけど、持った瞬間のその肌触りとかがですね、決してその新しいギターじゃなくて、こう年代を何十年も経てきたような味わいがあったんですよね。でまあ多分ネックのこのグリップの感じも多分ちょっと他のタイプと違うと思うんですけど、まあ、かまぼこ、ちょっと正確な僕名称が分かんないんであれなんですけど、すごく握りやすいグリップというか、で実際弾いてみてもなんかボディが鳴ってる音だし、すごく繊細な表現から、まあ、激しい表現から、これはまあ生まれたてなのにもうこんなことができちゃうギターなんだなと思って。まず弾いた瞬間に音が太いと思いまして、すごくこうロック、まあ、ハードロックからまあヘビーロックからいろんなそういうなんていうんですかね、攻撃性を求められる音楽に対応できるような太い音のするギターだなと思いましたね、うん、まあルックスにふさわしいとんがった音というか、なんかハイミッドというかハイのあたりがすごく立った鋭い、本当なんかカミソリのような音がしたんで、これは本当この音色は多分このピックアップ配列だからこそ出る音でしょうし、逆にこの音だからこそ出てくる曲とかもしかしたらあるかもしれませんね。僕が思う SG の音はそのまず必要以上のローがないことで、いい意味ですごくミッドが立ってくるというか、でハイが本当にスピーカーとかで聞くと目の前にいる音っていうか、それが僕の思ってる SG 像で、多分それがすごくこのギターはギターにとって必要なとこだけ出てるというか、だからすごく押し出しが強い、そういう SG に感じましたね。万能かなと思うんですけど、ビグズビーになることで多分その普通の、まあ、ブリッジとまた違う響きになってると思うんですけど、非常に逆にそのハイとかが出る分、いろんな逆に歌物とかでも合うでしょうし、もちろんロックだったりヘビーなものも合うし、オールディーズなものも合うと思うし、まあ SG の中でも特にバランスよくいろんなジャンルの方におすすめできる SG になってると思いますね、うん。
出音のバランスが素直というか、非常にその扱いやすいレンジ感でなってるのかなと。ハイよりは割とロー寄りなんですけれど、なんかそのですね、いわゆるギターが優しいというか、 SG が優しいというか、弾き手が出してくれる音に対してある程度なんかコンプレッションが効いているというか、もしかしたらエフェクターのノリとか空間系の、まあ、ディレイとかコーラスとかそういうもののノリはよりいいギターなのかもしれないですね。僕 P90 好きですね。それが乗っているんで好きな感じですね、うん。まあ、ジューシーな音色というか、 P90 らしいその若干こう潰れかかってるような、だけどちゃんとハイと分離感がしっかりしているっていうのはこの SG はやっぱりちゃんと出てましたね。でボリュームを絞ってもこもることもなく、逆にその繊細な感じのクリーンに変わっていくっていうのが P90 の魅力ですし、それがすごくマッチングしている組み合わせかなと。ボディ自体他の SG に比べて少し重たい感じはあるんですけど、あとまあこの感触ですかね、それがやっぱり少しこうざらついてる感じなので、まあ印象的には結構なんていうんですかね、ライブでどんな風にこう熱いステージをしてもそれに応えてくれそうな強い SG なのかなという印象が音色とともにありましたね、うん。非常にそのもうカラーリングもそうですし、そのまあ扱いやすさから言ってもそうだし、音も強く弾いても応えてくれる感じなので、こうロックバンドを始めたばかりの方とかでも非常に扱いやすいし、 SG 入門者の方にも、そしてまあ SG をいろいろ持ってるけどちょっともうこう荒々しくステージ暴れ回りたいぜっていう方にもおすすめな、そんな SG なんじゃないかなと思いますね、うん。
これね、僕結構好きな音をしましたね。というのもそのやっぱりピックアップが違うんで、すごくクランチの合うサウンドというか歯切れよくて、なんかもうカッティングもそうだし、なんかリズムをこうどんどんなんかこうグルーブしていく感じを味わえるギターでしたね、うん、多分そんなに高いモデルではないんですよね、金額的に。でも非常にバランスがよくできてる、まあ、ある意味 SG、 定番の SG の音かといったらまたちょっと違うと思うんですけれど、ギターとしての使いやすさとしてはすごくいいと思います。非常に組み合わせのバランスが僕好みで、そのネックの幅がちょっと狭いそうなんですけど、僕多分すごい最近思うのは、そのネック幅ってすごく音に影響があるのかなと思ってて、やはり狭い分音がギュッと詰まってる感じがするんですよね。それがちょうどこの P90 のピックアップと相まって、非常になんかこうミドルの強い SG になってるなと思いましたね。そうですね、まず弾いてみて第一印象としては、こんなにいろんな音が出る SG は初めてだなとは思いましたね。で、非常にあとボディのネックも非常に太いんですね、他の SG に比べて。そういった意味では弾き応えがあるというか、力強い感じがクリップからもなんか感じられますね。で、音は本当にもうロックなメタルのものもできれば、すごくカッティングとかそういうものもできるし、ジャズっぽいものもできるし、なんか本当いろんな音が出せるエンタメな、エンターテインメントな SG かなと思いましたね。これはですね、
褒めどころが満載な SG だなと非常に思ってしまいましたね。というのもそのお値段的には多分今回の紹介させてもらっているモデルで一番お安いものだとは思うんですけれど、機能美がですね非常に充実しているというか、そして音色もそれに負けないぐらい素晴らしいというか、ちょっとびっくりしました。ワンボリュームワントーンって使いやすいんですよね、その多分ライブとかでこう上げ下げするのに。でも SG はそれが4つあるのがまあかっこいいっていうところもあるんですけど、あえてそれをこの2つにすることの機能美と、多分それによって音色も多少変わってきててストレートになってると思うんですけど、その音色の良さもそうですし、ネックのその接続方法が通常の SG と違うので、それによってその若干 SG とどうしてもローポジションがどうしても遠く若干感じてしまうんですけれど、それがすごく身近に感じられるし、それによって多分音色がよりタイトになってるのかなと、なんかある意味他のギターを弾いてるような感触なので、見た目は SG なんですけど持って弾いてる方からすると全然 SG じゃないという、だけど音色はちゃんと SG と それ以外の新しさも含んでるっていう意味では素晴らしい、もう価格的に考えても素晴らしいギターだなと思っちゃいました。